こんばんは。こんばんは。アニョハセヨ。ちょっとなんか久しぶりにインスタライブをしようかなっていう気持ちになりました。오안녕하세요한국사람들이 많아요今日の顔はちょっと見せられないです。なんか今日メールでリオちゃん、なんか今日メールでなんか何インスタライブしますって言ってたことをすっかりさっぱりこってり忘れてたんですよ。で忘れちゃってて、で肉声配信、そう忘れちゃってて、であやべえと思ってやろうと思ってやろうって思ったんですけど、なんかちょっとなんていうんですか、見た目をちょっと配信までのあれにできなかった。見た目をね、そのあれまで持ってけなかったんですよ。なんだっけ、ラジオって、ラディオか、レディオ？どうなんすか？調べる。お、ラディオ。ラディオね。送信。で、これを。あ！コメント固定する。ラジオ配信。そう。そうなんです。そんな感じって感じですね。何話そうかしら。なんかもうマジで家にいると食べるしかやることなくて、コラボ誰かいるのかな。こうやってなんかリクエストみたいなやつですよね。視聴者、今日の晩御飯は、おーすごい、これ下にキュッて出るんだね。今日の晩御飯は何食べた。今日の晩ご飯は釜玉うどんです。おうどんなんていうの、沸かして茹でてか、おうどん茹でて、で一回お水で冷たくして、味の素とめんつゆと卵入れて食べ、揚げ玉入れて食べるです。リオちゃんカレーだって、いいな。私もカレー好き。あ、ラジオいいけどなんか写真ないの？あ、これってなんか写真できるんだね。あ、できた。これって今見えてますか？画面どうなん？画面見えてる？すごい見えてるっぽい。そうです、マリーちゃんをね
作ったんです。折り紙で。暇すぎて。なんか、何？そう、暇すぎてめちゃめちゃ昨日折り紙してて。あとカエルも作りました。あとちっちゃい鶴。です。カメラの画面も映っちゃってます。もう言い方が怖い。別にカメラの画面、え、これってカメラの画面だって多分消せないっしょ、なんか。いいんだよ、これ。そう、マリーちゃんを作りました。こんな感じ？そう、メモ貼って。ねえ、なんか、マリーちゃんのリボンが一生作れなくて。メソッタ折り紙4枚ぐらい無駄にしちゃった。リボンが難しすぎて。模擬技とオンライン何かいな。だっていいな。なんかファンの人とさ、なんかさ、インスタのコラボ配信とかしたいけどさ、なんか映っちゃいけないもの映したりとかする人いそうで、なんかできない。って感じ。本当はしたいんですよ、ファンの人とこうコラボ配信みたいなの。あ、なんか質問が20個来てる。見よう。なんでラジオ配信なのですか。ちょっと顔がやばいからです。やばいんですよ。笑われちゃうぐらいの顔してます。今更模擬さん沼にハマってます。今からでも模擬と始められますか。ぜひ。なんかよくこういう質問来るんですよ。なんかその今からでも遅くないですかとか。え、それって悩んでる時間がマジでもったいないので、ちょっとなんか気になったんなら秒で押してください。よろおねです。あ、やべ、ラジオ配信っていうのバッテンしちゃった。もう一回ラジオ。そうですよ、だからぜひなんかちょっとでも気になってくれたなら。何これ、コメント固定できん。来た来た。そう、ちょっとでも気になったら押してくれたら嬉しいです。模擬タンの声好き。私自分の声めっちゃ嫌いで、てかなんか自分のなんか声も歌声もなんか普通に声がマジ嫌いなんですよ。だから昔結構電話とかもできなかったし、まあ、今でも別に電話とか得意じゃないんですけど、なんかでもなんかアイドルになって、アイドルになってっていうか、なんかその最近ラジオ配信とかそれこそインスタでしてたりすると、なんか森さんの声好きですとか言ってくれる人がいて、マジでなんか多分すごい物好きな人だと思うんですけど、何ストライクゾーン広めみたいな感じの人たちが言ってるんだと思うんですけど、だって私、あ、そう、それはまずありがとうございます、ありがとうございますということをお伝えしたいでございます。で、私最近ケミオさんの動画見てるからちょっとおかみ出てきちゃうみたいな部分で、なんかそう、自分の声が嫌いだったけど、それをなんか好きって言ってくれる人が最近なんか出てきて嬉しいと思って、あとなんかでもなんかそうやって思ってた矢先、なんかママが多分私のなんか配信とかなんか何多分劇場とかをいろいろ見て、なんかすごいこの間改まって、なんかえ、ブーってすごい鼻声だよねみたいな感じでなんか改まって言ってきて、だからえ23年間育ててきて今それ改めて言うのってなって、ちょっと悲しくないけど別になんか受けたって感じだったって感じ。もうギターの声好きって言ってくれてありがとうございます。この質問のやつに答える。
ねえ、リオちゃん。リオちゃんから質問来てるんですけど、ちょっと見せらんない。何この人。リオちゃん。好きな人に告白して結果待ってて胃が痛いです。やばー、何それ、甘酸っぱすぎ。甘酸っぱいいな。好きな人に告白して結果待ってて胃が痛いです、だって。何その胃の痛み、マジ絶対薬飲まないんだけど。いいな、好きな人に告白して結果待ってて胃が痛いです、だって。何回言うねんって話だけど、やばいよね、青春すぎ。なんか私マジでメンタル女子的な部分あるから、なんかこういう質問すごい読んじゃう。結果待ってて胃が痛いです、だって。マジで絶対にイブとかロキソニンとか飲まないでほしい。その儚いこの寿命の短い胃の痛み、マジ痛感しといてほしい。大人になってその青春と出会わなくなったらマジで胃が痛いのなんてストレスしかないから。で、何答えようかな。懇願走っちゃうね。懇願はごいっすよ。健康しています、変なの。懇願言えよ。よじゅんちべそう、よじゅんちべそう、もはごじねよですって。最近家で何して過ごしてますかっていう質問です。よじゅんむんちべそう、ちべそう。なんか、かじゃまんずるこいっさよ。まんずろっさよ。おぬるど、たるごなコーヒーな、あ、たるごなコピーコピーな、あー、ほっけいはっけいまんずろっさよ。もごっさよ、た。じゃしん。ほんじゃそう。今言ったのは、なんか言えてたか分かんないですけど、なんか最近は家でお菓子とか作ってますみたいな。今日はなんかタルゴナコーヒーとか、タルゴナコーヒーとか、ホットケーキ、ケーク作りました。ほんじゃそう、もごっそよ、つって一人で食べました、みたいな感じのことを言ってみたけど、伝わってんのかな？分かんない。質問したよ、見て、ありがとう、見る。青いアイコンの人でしょ、探す。これからも応援してます。もぎちゃん大好き、大ファン、ありがとう。質問じゃなかったでも嬉しいです、ハートがいっぱい、ありがとうございます。質問失礼します。え、めっちゃ名前とかさらしちゃってるけどいいのかな、ごめん、一瞬だけね。質問失礼します。今10歳年上の人に恋をしています。もぎさんだったらどういう風にアピールしますか。この人名前見せたくない人かもしれないから一瞬消します。10歳年上の人に恋をしています、もぎさんだったらどういう風にアピールしますか。え、わかんない、なんか年齢とか私考えたことないっていうか、アピールとかも考えたことがないので、好きなら好きって言ったらいいんじゃないみたいな気持ちですです。だって10歳の人がさ、10歳の子が20歳に恋するのとさ、20歳の人がさ30歳に恋するのってさ、なんかこう何、ありがち度が違うし、なんか向こうにとっても絶対視野が違うから、なんかアタックあるのみ、好きっていうのみって感じ。
恋愛映画とかよく見ます？割と見ます。私なんか最近やっと洋画も見るようになったけど、結構邦画マンなので、なんか漫画原作のやつとかもよく見たりするし、なんか洋画で言ったら、なんかちょっと前に見たんですけど、あと1センチの恋っていう、なんか幼なじみがなんかずっとお互いなんかすれ違っちゃってみたいな話を見たんですけど、良かった気がします。茂木さん好きだよ。ありがとう。私も好き。アイコン自分にしたの？ リオちゃんがマジで見せたいぐらいだけど、なんか厄介オタみたいな。オタじゃないけど厄介みたいなコメントしてきててウケた。ウケる。声がさ、いちいちエロいだって。ウケる。どこがエロいん？逆に。あはん、うふんしてるかな私。あはん、うふん。何話そうかしら。こんな感じ？どう？もっとセクシーになった？あはん？あはん？声がさ、いちいちエロいって言われたんだ。そうかな？そんなつもりないんだけどな。どう？ウケ。最近マジウケっていうのやめようと思って、私なんかすぐなんか人が喋ってたりとか、なんか自分が喋った話とかもなんかこうこうこういうことあってマジウケたみたいな、それとかなんか人がなんか言ったら、何それウケみたいな感じで言っちゃうんですけど、でもなんか最近なんか人にウケるって言われるとムカつくなって思ったんですよ。なんかめっちゃ親しい人とかだったらいいんですけど、なんかわかんないけど、なんかまあ例えばなんかその何がおもろいみたいな。それ面白いって言われるのと、それウケるって言われるのって、なんか絶対面白いって言った方が可愛いじゃないですか。可愛いのもそうだし、なんか、何なんか、ウケるとか、なんか、もぎちゃん面白いって言われたら嬉しいけど、もぎちゃんウケるって言われたら、なんか、なんやねんウケるってって気持ちになるんですよ、私は。私自分が言うくせになんですけど。で、なんか人にウケるって言われると、なんかちょっとムカついたんですよ、ウケとか。言われてムカつくなってことに最近気づいちゃって、だからなんかやっぱ私の人生のモットーは自分何が嫌だって思ったら人にもしないっていうことが結構モットーなんですけど、でもなんかだから私はウケって言われてムカついた経験があるので、ちょっともう自分がウケっていうのやめようと思って最近決意した所存でございます。そんな感じです。そう。もぎちゃん声質変わった？今ちょっとふざけて喋ってたかも。これって何？上下どっちに最新のが来るんだろう。あ、でもなんかすごいいっぱい来てる。ありがとうございます。アイコン何線かわかりますか？わかんない。千代田線？絶対違う。そして特に興味もなかった。何線ですか？これ。教えて。なんかちょっと気になる。仮面ライダーみたいな色してるね。お酒好きですか？大好き。でも最近全然飲んでないです。もぎちゃんの写真集めてます。ありがとう。できれば最新のばっかり集めて、過去のやつ全部ブスだから。
で、今もそんなに変わってないよーつって言うな言うな、言うてへん言うてへん。え？どう？こんな感じで。こんばんは。おすすめのクッションファンデとかありますか？ぜひゆうなもぎおんチャンネルの私がおんちゃんにメイクした動画があるので、それを見ていただきたい気持ちもあるんですけど、なんか最近使ってたっていうか、その動画の中でも使ってたのはどこだっけ、コスレックスみたいな、コスレックスみたいなところのなんかクッションファンデ使ってたんですけど、それが最近使い終わったので、なんかインスタの広告っていうか、インスタのおすすめで出てきた、なんかなんだっけ、エイプリルなんとかの、エイプリルなんとか、エイプリルスキンか、エイプリルスキンのなんかあのシルバーのなんか蓋みたいなのついてるクッションファンデを買ってみました。その通販待ち、久々に声聞いた。そうなの、私最近あれなんですよ、人前に出てないんです。全力で自粛してるんです。だから久しぶりにこうやってファンの方に肉声をお届けしている次第でございます。最近ベランダに鳩がよく来ます。おめでとうございます。鳩ってなんか汚いらしいから、あんま触んない方がいいらしいよ、気をつけて。何話そっかな。髪はどれぐらいの頻度で染め直してますか？え、なんかプリンが気になったらぐらいの感じ。あとなんか大事なコンサートとか撮影とかの前に行くかなって感じかな。YouTube で茂木さんのナイトルーティーンってやりますか？見たいです。なんかファンの人っていうか、これ見てる人にちょっと質問したいんですけど、なんか私のなんか例えば何かのルーティーンを取るとしたら、何のルーティーンがいいと思いますか？なんか同じように何、モーニングとかナイトとかのパターンもいいと思うし、なんか休日ルーティーンでもいいと思うし、あとなんか、まあ、劇場が再開したら劇場ルーティーンとかでもいいと思うし、朝オフの日ナイトルーティーン、あ、もうすごい、1個3、あの3件来たんですけど全部違った。ワンデイルーティーン、お風呂のルーティーンってどうやってとんの？休日ルーティーン見てみたいかも。ナイトルーティーンみたいです。美容法を真似したい。最近の一日、劇場ルーティーン、公演、休日ルーティーン気になる。あー、休日ルーティーンも結構、ワンデイルーティーンってその休日とかってこと？一日何してるって話？自粛中のルーティーン、なるほどね。あ、髪の毛の維持ルーティーンみたい。え、維持できてないから、私最近ハゲてきたんですよ。髪の束がどんどん細くなってってんの、マジで怖い。なるほどなるほど。すごい、なんか全部違う意見。逆にどれ出してもいいってことですか？なんかもはや。なるほど。モーニングルーティーンが一番気になるかも。メイクルーティーン。メイクにルーティーンもクソもなくないですか？モギオンのお買い物ルーティーン。どれでも見たい。ありがとうございます。ございます。スーまで言わない TH の人、ありがとうございます。ます。こう、ベロ、舌を噛んで TH の発音する人、ありがとうございます。
最近好きな人、最近好きな人、かっこ3個上がいるんだけど、その相手と結構話したりしても仕事優先みたいなことをアピられて、恋愛に発展しなそうなんだけど、どうしたら彼女候補になると思う？これなんか受ける。これはなんか今読み上げた、なんか好きな人がいるんだけど、どうしたら彼女候補になれると思う？みたいな質問は、リオちゃんがふざけて送ってきたフェイクです。でも画面に残したらなんか、画面、何？スクショとかで証拠になっちゃうから、ちょっと読み上げるだけにしとく。最近好きな、じゃあフェイクの質問にフェイクで返しますわ。最近好きな人3個上がいるんだけど、3個上の好きな人がいるんだけど、その相手と結構話したりしても仕事優先みたいなことをアピられて、恋愛に発展しなそうなんだけど、どうしたら彼女候補になれると思う？はい、彼女候補に立候補しますっていう。はい、終了。1年前まで存在も知りませんでした。だって。やだん。はじめまして。明けおめ。君の人生今から始まる。私と一緒に人生歩もう。好き好き大好き、やっぱ好き、つって。知らない、これの正式なやつ。一年前まで存在も知りませんでした。だって、嬉しいんだが、一年、なんかコツコツ生きてれば、なんか、知られるんだなって感じ。人に。なんて言ったらいい？何で知ったんだろう、逆に。私のこと。一年前って私だって別になんか大きな何かないですよ。一年前まで存在も知りませんでした。よかった、知っていただいて。ありがとうございます。君の人生、私が豊かにできるように頑張ります。ね、23年生きててよかったわ。です。何書こうかな。何話そうかな。最近、もぎちゃん語が増えました。なんか、私、ツイッターじゃないや。今、じゃねえやって言ってないですよ。じゃないやって言ったの。ツイッターじゃないや。YouTube 始めてから、なんか、もぎさん語がどうたらかあたらとか、もぎちゃん語が映ったとか、すごい言われるんですよ。なんか、もぎちゃん、もぎ語、映るとか、模擬語広めてるよとか、模擬語最近使ってるとか、模擬語ってなんだろうみたいな。わかんない。なんか私なんかノリで発言しちゃってるから、自分がなんか語源なのとか知らないし、なんか何を真似して言ってるのかもわかんなくて、わかんない。なんか適当に喋ってるんで、なんかもしこれから先握手会とかで、なんか何握手会とかでファンの人が、あ、もぎちゃん語だっつってさ、私になんかネタ振ってきてくれたとしても、私多分自覚ないから、なんかこの人何言ってんだろうみたいな顔しちゃうと思うんですよね、多分。それについてはごめん。マジで多分握手会とか始まったりとか、だってたまになんかインスタのコメントとか、なんか私 DM 全部読むタイプなんですけど、なんか DM とか見てても、なんかそれはパオンみたいに来て、なんか、え、これ何言ってんだろうこの人と思ったら、私の真似してんのかなって、なんかマジで最近そういうことが多い。だからなんか私に、その模擬の、模擬語と思って使っても私が自覚ないパターンあるんで、それはごめんなさい、ペソって感じ。すごい、なんかこれ、あ、いいのか、今やってるからか、なるほどね。握手会の時めっちゃ声でかかったってコメント来たんですけど、受ける、ちっちゃいよりはマシ、大は小兼ねると思って生きてます。ヒューンヒーン、あー受ける、最近23歳くらいで気になってて、時々お泊まりとかもしてるんだけど、あくまでも友達って感じの女の子がいたらいいなと、だって。いいなと思う、だって。いないんかーい、結論いないんかーい、こんだけ言っといていないんかーい。受けた。やばい、30分くらいしようと思ってたのに。僕は茂木さんよりも12個くらい年上ですが、どうですか？好きですか？
え、私、年とか関係ないタイプなんで、私はマジで、なんかモットーとしては、どこだろう、ゆりかごから墓場までっていう守備範囲でやらせていただいております。あ、やべえ、受けたって言っちゃってた。ごめん、受けたって言うのやめます。自粛中暇だよ、めっちゃ笑える話して、ウケる、あ、ウケるって言っちゃった、めっそめっちゃウケる話し、めっちゃ笑える話はして、話してはちょっと難しいんですけど、私がなんか多分どっかでまだ多分言ってないんですけど、私がなんかね、この間ふと思い出して言いたかった話しますね。普通に別に面白くはないかもしれない。なんか私あのインスタでなんかあのお菓子作りの動画とか見るのめちゃめちゃ好きなんです。で、それの、なんか、一時期すごいおすすめされてた動画で、なんか、何？湯煎したチョコを、なんか、チョコに、なんか、膨らました風船をつけて、で、風船を、で、チョコが固まったら風船を割ったら、なんかこう、ドーム型のチョコができてるよ、みたいな。その風船の縁に沿ってつけてるから。わかります？伝わってる？なんか、そういうのがあるんですよ。なんかそう。そういう動画をすごいおすすめされてて、私感化されやすいので、それをじゃあ実家でじゃない、別に実家とか関係ない、なんか台所でなんかやってみようと思って、なんか私もそれやりたいと思って、で機器として風船を買い、チョコを買い、ほんでなんか風船膨らましてチョコ湯煎して、いざと思ってその湯煎したチョコに風船つけてみたら、多分湯煎したチョコが熱すぎてなんか風船が割れてでも風船にチョコついちゃってるからさ、なんかめっちゃね、なんかもうチョコが飛び散る飛び散る台所マジ大惨事になって、え、本当にやばかったんですよ。多分チョコをちょっと冷ましてから風船つけなくちゃいけなかったのを、なんか湯煎できたぜ、よっしゃ行くぜみたいな感じで、なんかパーンってやったらポーンって割れちゃって、なんかそれはさすがに震えたっていう話をふと思い出した。マジで大惨事だった、何これってなったっていう話以上です。クスッと笑える話でした。クスッとも別に面白くないか。何話そっかな。恋をするとバカを見る。ねえ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 。何話そうかな。本当はねインスタライブ30分だけでいいかなって思ったんですけど、ちょっと45分までやります。絶妙に伸ばしてみるっていうね。あ、そうそう、最近私部屋にあの何テレビが来たんですよ。なんか前から家にテレビはあったんですけど、なんかずっとすごい壊れてると思ってて、なんか一生見れないと思ったんですけど、なんか聞いてみたら、なんか使ってないけど、なんか使ってないのはなんかダビングができなくなっちゃったからみたいな、だから普通に地上波見れるよみたいな感じでママに言われて、え、マジ？と思ってたから部屋に置いたんです。部屋に置いたんですけど、なんかちょっと私の部屋なんて言うんですか、散らかりすぎててなんか本当にマジモンになんかちょっと何テーブルとまずベッドがめちゃめちゃ近いんですけど、もうどう考えたってテレビをそのテーブルの上に置くしかなくて、置いたらめちゃめちゃでかい、近いって感じ。めちゃめちゃね、なんかえ、テレビのサイズってどう伝えたらいいんですか、何インチとか知らないから、ちょっと今から足で測りますね。縦がまず足2足分、私24センチだから足2足分ってことは48センチ縦が、で横が1、2、3歩と3センチぐらいなんで、え、計算できない、1、2、3、4、5、6、7と70
75センチぐらい横が。だから縦48の横が75ぐらい、5センチぐらいです。それって何インチっていうの？だって私の部屋にメジャーとかないですもん。そう。だから最近、その、携帯じゃないや、テレビが家に来たんで、あ、これ32インチって言うんですか？そう。最近部屋に来たんで、ちょっとよくテレビつけてます。でもちょっと録画ができなくて、私マジで、なんかあの、何、アメトークとか、私アメトーク、ロンハー、じっくり聞いたろうはもう絶対録画してるんですよ。でもちょっとこの録画機能もぶっ壊れちゃってたみたいで、録画できないんでメソって感じなんですけど。まあ、それはリビングので見たらいいかなみたいな気持ち。はあ、そんな感じ。質問のやつやろう。ゆうなもぎおんチャンネルのサブチャンネルとかできないの？いや、サブチャンとかってなんかもうさ、メインチャンネルで人溢れちゃってますの人が、何なんていうんですか、息抜きで作るもんじゃん。別に、本体のチャンネルまだそこまで人で溢れてないっていうね。今一瞬インスタ閉じちゃったんですけど、別に切れてない？切れてなさそう。よかった。あれ、なっちもラジオ配信なんだ。仲間じゃん。どう？何話そう。お家で運動してますか？何にもしていません。ね、っていうか、なんか、あ、本当にこれ文句だと思われたくないから別にいい、聞き流してもらっていいんですけど、なんかこの間おうち公演ってあったじゃないですか。なんか16期の子とかドラフト生とか多分中心にやってたと思うんですけど、なんか、これってゆくゆくチーム系とかにも回ってくんのかなって、なんかヒヤヒヤしてて、なんか、みんなよくそんな映せる家だねって感じなの、私的には。なんかみんな結構なんか膝上とか何腰上ぐらいまで映ってるじゃないですか。私マジでなんか自分の部屋のものかき分けてかき分けて隅っちょに座ってやっとバストアップ映るぐらいのスペースしか確保してないんですね。でなんかこう腰上とか映すってなったら多分めっちゃ引きで撮らないといけないじゃないですか。残念ながら今私の部屋にはそこまで引けるスペースがないんですよ。そう。マジで。背景が、本当に、なんか、背景に問題があるっていうよりも、それを撮るための、このストロークがないっていうか、距離がないんですよ。だから、本当に、本当に、片付けなくちゃいけないとは思ってはいるんですけど、そんなすぐ片付かないじゃん？人んちって。なんか人んちっていうか、なんか自分ちっていうか、私の部屋っていうか。本当に、マジで、困っちゃってるんですよ。だからでもいつか絶対なんかチーム系にも回ってきそうだなと思って、それはと思って私今から震えてるんですけど、震えてはいるものの、でもなんかいつやりますって言われない限り片付ける気も起きねえなみたいな気持ちで、そんな感じでなんか今、そうなんです、そういう感じ。そう、私だけなんかすごい顔面アップみたいになっちゃったの、すごい顔を見せたい人みたいになっちゃうかもしれないから、だから困っちゃうんですよねっていうね気持ちなんすよね。てか私の部屋がなんかちょっと散らかってる話はあんましちゃいけないっていうか、多分しない方がアイドル的にはいいかもしれないですけど、ちょっと聞いてほしくて、私の部屋が散らかってる原因が3つあって、4つかな、5つぐらいあるかもしれない。わかんないけど、なんか、まず一つが、ぬいぐるみやばいっていうね。ぬいぐるみやばい。めちゃめちゃでかいコリラックマとかいるんですよ、私の部屋。
多分身長120センチぐらいあるでっかいゴリラクマとかいているじゃないですか。っていうのでまずぬいぐるみがまず部屋の4分の1、5分の1ぐらいを占めてるんですね。で、あとテーブルが2個今開いてあるんですね。で、片っぽはなんか桜作るためになんか今ちょっといろいろ広がってるし、片っぽはテレビ置いてあるし、もう動かしようがないんですよ、正直。で、原因3つ目は、なんかもう服の量に対して、収納する場所がないっていう感じ。もうパンパン、すべてにおいて。全部パンパン。タンスも部屋に2個あるんですけど、その2個のタンスも中パンパンなんですよ。それをもっと細かく言うのであれば、なぜそのタンスがパンパンかというと、なんか私なんかグッズとかをすぐ買っちゃうんですよ、自分の好きなアーティストさんとかの。それで T シャツとかって絶対に出るじゃないですか。で、それのせいでというか、それのおかげでなんか、まあ、いわば幸せが詰まってはいるものの、なんかそうなんですよ。だからもう服を片付ける場所もなく、そうそう。で、原因これ4つ目ぐらい、3つ目かな、まだ4つ目か。原因4つ目が、なんかちょっと前にこう私通販、これめっちゃ私的に、じゃあ面白い話しますね。なんかちょっと前に私酔っ払って夜家で飲んでる時に、酔っ払って通販でどちゃくそでかいクッション買っちゃったんですよめちゃめちゃでかいクッション買っちゃったんです、マジで。本当に酔っ払って、なんかそこそこ値段もする、そこそこサイズのでかいクッションを買っちゃったんですよ。買っちゃったんです。本当に、マジでどれぐらいのサイズって言ったらいいんだろう。もう寝れるぐらいのなんか、マットレスじゃないかこれみたいな。子供用マットレスですかみたいな感じのサイズ感の、めちゃめちゃでかいクッション、そう、人をダメージする系のクッションをもう夜、通販番組やってるじゃないですか。それにも電話かけてなんか買っちゃって、なんかまだ色の紹介も始まってないぐらいの段階で、テレビの電話番号見てすぐ電話かけちゃって、で買っちゃったんですよ。そう、マジでめちゃめちゃ買っちゃったんですよ。めちゃめちゃっていうか、そのでっかいの買っちゃったんですよ。それがマジで、その何、それがなかったら多少スペースは取れるんですけど、部屋の。それのおかげさまで、マジでもう、私の部屋、テトリスみたいな感じ、マジで。あらゆるものが敷き詰まってんのよ、もう、本当に。そう。だからちょっと部屋が片付かないっていう話なんですけど、まあなんかやっぱ断捨離って必要ですよね。この間服も、結構ゴミ袋4袋ぐらい、ポイポイしたんだけどな。っていうね。話です。さあ45分までって言ってたし、そろそろ終わりにしようかな。そうそう、でもまあめっちゃ気持ちよくていいクッションなので買ってよかったなとは思いますね。何言おうかな、何話そうかな。あれ、はあ、でってって、今ちょっとため息うっかりしちゃったが回収した。 JK 初心者すぎてやばいです。どうやって JK エンジョイしました。 JK 別にエンジョイできてなかったからかな、からかな、じゃないや、エンジョイ別にできてなかったからな。なんか行事に積極的に参加したらいいんじゃない。ユーナーモギオンにお手紙とか渡したいんですけど、どこに送ればいいですか。ぜひ、AKB48 の秋葉原の、劇場に送っていただけたら。あ、44分だ。そんな感じです。それでは、そんな感じかな?そんな感じでした。ありがとうございました。見てくださった皆さん。
バイバイ。またいつかやります。今度メイクしたら、ちゃんと顔出しとか、あと、ショールームとかするんで、その時はぜひ、また見てください。さようなら。バイバイ。これアーカイブ残しません。ありがとうございました。